はい、どうもフレッチです。今回もですねトータルオフハンマー2やっていきたいと思います。前回チャックは取るためにリザードマンと戦って、大損害近接が少ないんでね受けまして再編成をしている最中ですね。まあ、これからこのハルバード歩兵をどんどん増やしていきます。まあ比率ね近接がやっぱ7くらいがいいよね。前はもう遠距離が6くらい、あ、4かなくらいの割合でいたんでちょっとそこをね、見直していきます。まあ、近接が強いリザードマンやビーストマンと戦うとちょっとやっぱ不利なんで、あとねここで反乱軍がまあ起き続けてるんでそれも起きてるというかもうあれか落ちてるんで取りに行きたいと思います。で今でまあ自分から先制告してたんですがちょっとね周りの状況が良くないので先制告された場合ね戦おうかなと思います。まあやっぱ低いもんね。まあ、多分それは友好を結んだやつを切ったからでしょうね。こいつ友好的ですね。メンジウ族、ウジ族、どこにいるか分かんないですけどちょっと今はね信用を取り戻そう。選択勢力が黄色で出るんですよね。でいないんですよね。せめてなもうこう霧の向こうでもいいんで色だけでも出してほしいけど。よし、よし。なんかスケイブンとめっちゃ仲いいですね。ネズミを率いる魔族とでも言いましょうか。でまあこういうねまあ州の忠誠なんですけどヴァンパイアコーストはコウモリの汚れかな。でまあ建物で増やすこの 16% の腐敗かあるんですけどこれ増やす建物と治安上げる建物で取ったところをね良くしていこうかなと。で、まあ、これは取りますけどカラの神殿は海っぽいんで海賊だまりを予約作りたいなと思うんですよね。ソテクのヒギの実行いざこのリザダマ勢力はソテクのヒギを実行しました。彼らの領域内の他勢力の軍勢に損務を引き起こしました。ああそうですか。まあいざとまあ戦ってないんでね戦いがなったら危ないですけど。でこれめちゃくちゃ多いですよね未だにね。勢力どんくらい滅んだか分かんないですけどソテク教団っていう仲の良かった勢力は滅んで、で前回リザ玉滅ぼしてるし減ってはいるんですけどねまだまだ多いですね。反乱危機ね、まあ、しょうがないですよ。でランキングなんですけど未だねそんな上がらずといったところですね。まあここ増えてます。1868とかかなり増えてますけど上に行くのはねまだまだ先ですね。でこいつの忠誠も下がっちゃうんで一回シャウテキ入れとくか。でプラス6ね。あ結局まあ1個かな2つにしようかなと思ったんですけどこれフェルバットハルバード10まあ4部隊いますもんね。もういいよね。ハルバード1か近接ねなかなかいないんでねこれでいいとしてローカルここなしか2ターンとどまりたくないですね。こっち行きたいんでなんか作れるか。治安と治安は作ってますね。これは作るための資金がないと作ればね腐敗が増えるんでここの治安も改善できるんですけどどうしよっかな。こうお金にしようかな。収入を増やそうか。この州トラッシュの一応本拠地みたいなものなんでうんやっぱりいいや。でノクティルスのね位置ですよ。これがなかなか難しいね。まあこうやって伸びきってるんでラインがねイッツァーとかも他のセルかどう動くのかっていうとこね。ここ取ろうかなって思ったけどワロタロとなんかよくわかんない鉱山があってって感じか。でこのハイバイのジャングルかなはトラシュラン、カラの神殿、トランシュラなんで、ここ取ってもいいかもね。よし、では。あ、何？スキルポイント、建物の修復かなまだ何かあったっけ？これノクティルスですね。ノクティルス、お、これいく？このスキルを持つ者は敵の攻撃を容易に回避し戦場から逃れることができる。あいいねこれ重要じゃない？囲まれるとどうしようもないからね。
ロードとかは。で、まあ、近くに今ヴァンパイアコースとリザードマンがいて、ヴァンパイアコースに関してはね、まあ、相性がいいというか同勢力なんでやりやすいんですけど、オーダーブローマスターいないそこに。お、何？命乞いしろ哀れなる者よと。あ、宣戦されましたね。やるランキング、あ、ちょっと字の方が上ですけど、別のがこの辺にいるんだよね。 OK、 じゃあノクティリス移動しよう。これはいざと不可侵を結ばないといけないね。反乱、あ、これか。じゃあいいよ、行ってやろうじゃないですか。強行軍、いなくない？ここに。こいつでしょ？叩きに行くか。ギリ入れなかったですね。これって戦えんのかな？シャウテク、まあここ一回戦えないんで。ハルバードに。復活で。こう爆弾なんか使いづらかったんですよね。まあ射程も短いしダメージあるんですけど、味方を巻き添えにしてる説があるんだよね。まあ、このゲームフレンドリーファイヤーは銃はないと思うんですけども、めちゃくちゃ撃ってるんで、まあ味方がいるとき撃たないんですけどね。爆弾なんか死んでる気がするんで使えないかな。まあ近接結構いるし、あえてここで増やす必要ないかな。4でハルバードで近距離少なすぎますよね。デッキハンドちょっと弱いんでね、あんまり出たくないかなっていう。防御力が15しかないんですよね。20こっちあるから、その差はちょっと埋め難い。ハルバード防御力あるので、抑えて遠距離で倒すっていう、遠距離が強い、ヴァンパイアコーストの特性使っていこうと思ってるんでね。ということで、外交します。こいつが見たいんだけど。あ、ここにあるはあるけど、ここら辺のやつは取ってないんだね。海賊だまりとかしてそうじゃない？問題、イツァーですね。イツァー、イツァー。これはこれ。Yes. こことも仲良くしよっかな。なんかもう、戦いたくないんですよね。後方のやつと。イツァーかこいつと結ぼう。これドワーフです。ハイエルフと戦ってるんで、そろそろ海出たいなっていう。プラス値に、トラッシュラン、あ、この、化け物みたいな女の人は別に関係ないんですね。よっしゃ、ドワーフやってみよう。チューですね。オッケー、まだ無理だね。本体いんのかな。シャウテクに来るかな。シャウテクに来たらやばいですけど、実はこれ見つけたんですよね。オーダーオブロアマスターとドレッドフリート、うちか宿営中ね。いる？そのマックスのスタンスで。我らと敵対しているドラウンドの要請によりオーダーオブロアマスターが参戦しました。あ、参戦したんだね。さっき遭遇した勢力ですよね。これまた別なんで、ちょっと1位までに3勢力と戦闘中かな。あとこの反乱軍がどう動くかですね。神殿取りたいな。そのために動いてるんですけどね。あと、まあこいつの白空ディールファンの動きを待とう。こっちから迎撃、こっちからまあ動くことはないかな。城で待ちます。これなんかいっぱいあるぞ。海の獲物、捕らえた海軍の士官との会話によって我らが次に狙うべきいくつかの標的についての情報が判明しました。同時に複数の標的を追うことはできないため、狙いは一つに絞らねばなりません。攻撃すべきはどの旅団でしょうか、戦団でしょうかと。ベルトには人間ですね。ダークエルフ、攻撃品の輸送船団、ノルスカは、バイキングみたいな勢力ですね。中程度の報奨だ。これ勢力との仲悪くなりそうですよね。これはもうブレトニアでしょう。
悪名200、金庫5000、フランシスク・メルシエを倒す遠すぎるだろ。あ、なるほどね。あ、じゃあ攻撃品のやつが一番良かったね。やっぱそういう風になるか。そういえば外交見ます。あー、エルフか。あ、待って待って、そこのエルフか。和平協定、まあ、今低いですよ。うちから支払い金をね。いや、1180半分低いか。なかなか強いね。今動けないか。ここの中の軍勢、まあ、結構いるんで、ちゃんとロードも合わせればいけるんですが、なんかないか。吸血腐敗、あとまあ軍勢ですよね。ここでやっと起きなかったんで消しちゃったんですよね。強行軍でお願いします。ちょっと急いで移動します。せめてここで戦わないと不利なんで、落ちてからだとめちゃくちゃ厄介なんで、まあロード出してもいいんですけど、そこでね道中でも確保します。防衛戦になるのかってとこですね。間に合えば防衛戦なんで迫撃砲があった方が便利ですけど、まあ、とりあえずこの手でいきます。間に合ってくれよ。ではここで戦いますか。1戦目迫撃砲さんが多いね。捨てるか。3か、あいつと交換すればよかったね。3個か。多分これ城攻めるために作ったんですよね、1回ね。オーバースペックいらない。めっちゃ高いなコスト。あ、まあ、やっぱリザードも強いもんね。勝ってから消してもよかったか。この量でそんな強いんだ。やります。やっぱ苦手ですねリザードマンね。まだそこまで軍備もできてないし仕方ないか。ちょ、復活で出そう。雇った方がいいんですけど、まあ、死体があるうちは復活で出します。銃が2 だからか。そうか、まだ編成がねボロボロなんで、10、今6か。あと4部隊ね。近接に遠距離2かな。あと4は近接に、近接1モンスター1遠距離2、遠距離3はないな。まあ銃とこのハンドキャノンいるんで、これね、これなんか全然位置合ってないですけど、ノクティルスのパラメータ出てますけどね。これだ、これハンドキャノンね。まあ初めて、再編成した部隊の戦闘なんで、ちょっとね楽しみですね。相手も遠距離多めでね、スキンク工法と、まあそのリザードマンの性能なんですけど、基本的に遠距離だからといって近接ができないわけじゃなくて、スタンス変えれば近距離も強いので、まあ、本当に近距離特化ですね。遠距離って言っても射程も短いんでね。さあ行きますか。お、増えたね。10、20かな。よし、近いね。離れるか。射程的に入る。ギリ入るか。もうちょっと下げようかな。フェルバット今回まあ使えないかな。殺されちゃうんでね。遠距離敵は多分メインでやってこないんで。で、このデッキドロッパー爆弾が今回は火を吹くかなと思います。まあ射程短いですけど空中から削っていけるんで。この3部隊でご守備ね。
サイリンがサイドに構えて、モーガルが森、ど真ん中にコロスタス。コロスタス硬いんでね、もう一番前に出して、で残り2部隊でさらに後方固めておくと。あと10ですよね。これもうちょっと後ろかな、分けとくか。抑えれるかな、突撃抑えられなかったんでね、前ね、心配です。こんな感じかな、なんか囲まれそうだね。いや召喚でしょ。足止めしましょう。レッツゴー。敵の何潰そうかな、基本的に編成一緒なんで、どれでもいいか。まだかな、まだまだ。めっちゃ攻撃されてるね。ナイスナイス、いいよいいよ。よし行け。行けサイリン、こいつは撃てそうにないかな、やっぱ横につかないといけないか。崩壊させよう。さあモンスター対遠距離ね。サイリン押して押して、ほっとこう。あいつはもうフェルバットも出すか、階層部隊追い続けよう。フェルバットとサイリンでいいね、余裕余裕。再編者打ちの強さですね、圧倒的です。バランスをめちゃくちゃね考えたので、これがリーダーだよね。あ、違う？違うか。よし。いやー強い。あー撃たなくていいか。これいいっすね。ちょっとリプレイ見よっかな今回。あんまりその、まあ、指揮するゲームなんで見れないんですよね、そういう戦いが。めちゃくちゃ気になるんでね。いらないか UI。 うわ強い強い強い。あれ破棄鏡だよねこれね、容赦ないね。味方をねもう巻き添いにして殺すシステムね。破棄鏡やっぱ2個でいいや、3つにすると危ないね。フェルバットすごいな。フェルバットいいね。サイリンフェルバットによっても敵の遠距離が壊滅していると。もういなくない、敵いないっすよね。おった、よしで、もう勝ってるんですけど追撃戦しときますか。
こいつがめっちゃ残ってるんで。削れるかな。まあ、壊滅までやります。弾とか回復するのでいいとしまして、ノクティリス味方回復とかどうかな、効くかな。これ回復するなら終わった後でさずっと回復できますよね。103ちょっと待ってみようか。これ結構いるんでちょっと削りたいな。足止めして、足止め。お、いける。あ、襲ってる襲ってる。やっちゃやっちゃい、フェルバット。よし逃げろフェルバット、逃げろ逃げろ、いいぞいいぞ。回復もう一回やってみようか。変異の HP を回復させる、死んだ変異を復活させる、復活の前に回復する。復活しないね、100ちょっとでキープされてますね。これ逃げ切る前に削るんですけどね、普通。サイリン無傷、モンガル大丈夫。結構前線で戦ってましたけど。あ、いいね。103やっぱ変わんないか。まあ、治療できるんならね、越したことないですけど。対象の HP を3543回復します。あ、間違えたまあいいか、終わりましょう。さあ結果です。1530で出まして、151割の被害。相手1281で965、まあ、ほぼ8割の被害ですね。こちら活躍、モンガル大活躍ですね。モンガル110、デッキドロップ103、破撃を154、117。前衛がちょっとかわいそうですけど、ボッコボコにされちゃってますね。まあでも、キル数も高いですけど。まあでも、多いやつが減ってるんで、ちゃんと戦ってって感じかな。銃は片方撃ってないですね。多分、かぶりすぎて撃てなかったんで。相手が全員突っ込んでくるんで、回り込むとかはちょっとね。できなかったかな。サイリーン大活躍ですね。サイリーンは遠距離抑えで、フェルバットも遠距離抑えしてくれたんで大満足です。これ補充速度上げましょう。あー、そっか、これ、ね、復活してくるんでね、とどめ刺します。終わりです。はい、でも一発ノクティリス防御力プラス3、敵の戦士ジファード、なんか中東にいそうな名前ですね。トロシャン帰ろう。 OK、 勝利しました。ヒーローとか雇えますよね。ヒーローね。ヴァンパイア、フレイト、まあ、キャプテン。か、モンガルホンターですね。まあ、前言いましたよね、一体ね。工場戦で死にましたけど。これも復活させよっかな。何がいいかな。モンガル強いんですよね。わかんないけど。初戦で死んだ気がするんですけど、どうだっけな。いや、こいつら強そうですよね。速度プラス15、能力剣脚、防具プラス5、白兵戦防御プラス3、マジックアイテムを得る確率が増えて、キャンペーンマップの視界が 10%。 なんかどれもこう頑丈がいいかな。じゃあアルミウルジ合流して、まだね、動けない、もしかして。そういう感じかな。でもう一旦だけやりますか。ノ
次、激しい炎に引き、まあ、いいか。武器強度プラス 6%、 アニメテッドハルクおよびモンガルの立刀がプラス6、ロードが指揮する軍勢。あ、いいね。まあ、指揮系統の強化です。あとはね、ノクティルスの復活からのないか。サイリーン強いな。サイリーンいいね。サイリーン雇うか。サイリーン早いんですよね。移動速度出るかな、48で。まあこのデッキハンドの場合、フェルバットはさすがにめっちゃ速いですけど、基本的な歩兵を圧倒的に上回るんで、だから動いたこの強行の後なんで無理か。いやーいいね、今の戦いは新しい希望ですよ。まあそれこそリザダムの正規軍とやってないですけど、抑えて高火力で押し込む、できましたね。サイリーンも近づいてきたね。まあ、サイリーンモンガルの強力な歩兵で敵の歩兵を壊滅させる。まあ、敵もそれこそ強力なリザードもいなかったんで、そこは参考になりづらいと思いますけど、まあ、いつ後の戦闘で分かりますね。まあ、いつ後戦うと思うんで、まあ、放っといたら全部に生息されると思うんで、うちの心象、あとまあ勢力、ヴァンパイアコーストっていう勢力っていうのがね、逆にその付箋してくれるのがスケイブンしかいないので、まあ、今後もそうなっちゃうかな。やっぱスケイブンとヴァンパイア仲いいんだね。スケイブンは一応ストーリー的に言うと、なんかエンパイアとかこういう場所の地下に住んでる勢力で、一応のけもの的な感じなんでねこれ勢力なんだ。戦闘中ですよね。帰れる？大丈夫？中世下がってきたな。こいつもしかしたらここで独立するんじゃないかな。なんか中世上げるものないかな、アイテムで。あればそれ上げたいですけどね。こいつ下がり続けるんですよね、ほっといたら。利己的がずっとあるんだよね。中精度0になってダメで、前9で、今回多分始めた時が7だったんで、地位とかですかね。記録は記録。ああ、そういう詳細ね。勝利数5。地位上げたいな。4レベルだもんね。あと1。で、中精5。ああ、ギリいける。戦って勝ってやればいけるな。こいつ多分ここの交通がなければシャウテクには来ないと思うんで、絶対戦うはずなんですよね。入ってよし。モンゴルハンター、わ、いいのいないな。今宿営中ね。うちもスタンス変えようか。通常スタンスの敵ハンド5か、どうでしょう。まあ10も欲しいし、10、敵ハンド、あとこのアニメテッドハルク入れようかな。これ強いし、注入がなくなると思いますけどね。遠距離も追加して、フェルバットでもいいかもしんないけど、次の相手的にヘルバット入れとこうか。ちょっと待ってね、これは一回置いときますけど、フェルバットが有効かどうか。あー、何これ、カロネード砲。よし、フェルバット追加しよう。敵は基本的にそういう遠距離のやつは離れる傾向にあるんで、離れたとこでフェルバット奇襲で削る。多いな遠距離。あれ、これなんか嫌ですね。爆発するやつがいっぱいいて、この戦い大変だと思いますけど、まあ、次回多分戦うと思います。今回はこれにしましょう。 We'll be right back.